あ、こんにちは。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 どうもどうも。どうも、はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。アンジョナルって言います。アンジョナルさんですね。うん、気軽にアナルって呼んで。アナルさんね。うん。オラス、野原、あなたと申します。しんちゃん？そう、気軽にしんちゃんって呼んでね。しんちゃんだ。しんちゃんです。俺大好きです、しんちゃん。大好き。今さ、俺のパンツさ、しんちゃんなの。え、見ていいんですか？うん、いいよ、チョコビのやつ。チョコビのやつ？チョコビあるんだ。ほら、あ、待って、うわー、そのアクション仮面のパンツみたい。ちょっと、しんちゃん、言ってよ、来てたなら。いや、すいません、なんかツビックスはなんかいっぱいかましちゃったもんでして。なんだよ、しんちゃん。もう、そんなそんな。お父さん、お父さん？お父さんに似てる人いなかった？あ、似てる人いるけど、あれ赤の他人なんですよ。あ、他人なんかい、他人なんかい。関係なくて。おーい、よく言われるんですよ。だよね、絶対思うよね、みんなは。絶対言われるけど、だけどみんな二人でいるところをなんか見たがってるから、ビジネス父ちゃんとして知ってる。あんま言わないで、そういうの。めっちゃ言うやん。あ、これブランディング、ブランディングだ。言わないでね、そういうの。あんま、しんちゃん。はい、わかりました。うん、5歳？何歳？5歳の方が嬉しいんだろうなって思うけど、10歳なんです。いや、だからやめて、それブランディング。ブランディング出ちゃって。全部出てる。全部言うね。全部言っちゃうんだ。いいことだけどね、すごい素直なのはね。ね、ちょっと嘘がつけないものにしてね。いいね、かわいいな。ね、うん、アナルお兄さんは何をしていらっしゃる方なんです？アナルお兄さんはね、高級ディーラーをやってるよ。え、高級なディーラー？そう、だからしんちゃんは、まあ、まだ買えないと思うけど、まあ、大きくなったら買いに来な、車。わかった。なんかかっこいいスポーツカーとかそういうの。そうそうそう、うん、そういうの。うわー、楽しみ。ほっほっ、うん、稼ぐ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 、くすぐくすぐ。え、しんちゃんメカニックやってるの？これ芝。今日から体験。あ、なるほどね。体験させてもらってまして。じゃあせっかくなら車持ってこようかな、俺。あ、マジで。え、いいですか？いいよ、時間ゆっくりで。あ、ゆっくりでいいから全然、なんかやってみるよ、メカニック。でも結構できるから大丈夫よ。オッケー。ほ、本当？頑張ります。普通に問題ないと思う。ちょっとじゃあ持ってくるよ。よろしくお願いします。うん、やったー。いろいろ経験しなきゃ。しんちゃん、しんちゃんいる。そう、すごく面白かった。おい、これよろしく。これバイクは殴らなくていいからね。はい、わかりました。これは全修理で大丈夫ですか？うん、全修理でいいよ。あ、よ、頑張ります。うん、よろって言ったの。どれどれ、チェックチェック。しんちゃんやな。いや、しんちゃんやな。ねえ、それほどでも。え、しんちゃんはさ、何日目この街？3日目です。あ、3日目なんだ。3日目か。そうなんですよ、いろんなことは経験しておかねばと思いまして。なるほどね。3日目にしては顔広いな。あ、なんかみんなあの 声となんかあのアイデンティティの服でわかるってよく言われて。まあまあだろうな。うん、そういう感じですな。しんちゃん背でかくない？ね、この世界来たらちょっと相応になるためには。あ、そうなんだ。まあちょっと馴染むためにはこの身長になりましてみたいな。はいはいはい、なるほど。ちょっとここ来たらなんか成長期が急に来た感じですかね。あ、なるほどね。はい、てなわけで、あとはちょっとフキフキさせていただきます。はい。え、他にさ、体験なんかやったの？はい、体験はですね、うん、スドーバックス行ったり、カレー屋さん行ったり、うんうん、あとゴミ捨て、うんうん、あ、ゴミ収集か、ゴミ収集と、ひこりと、あと会場レストランも行ってきたよ。だいぶやったじゃん、偉いね。そう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 、やっぱりいろんなことを今のうちにやって、日銭を稼がねばと思いまして。いや、すごい真面目。はいはい、すごい真面目。はいはい、なんかやってみてさ、これだなってなった？今のところはなんかあの、素動場も気になってるところ。あー、いいじゃん。あとはあの、なんかお歌とかのエンターテインメント的なやつ？うんうんうん。があるって聞いてて、それはまだやったことないんですなと思って、どういうことをするんだろうと思って。はいはいはい、なるほどね。まあでも、はい、いろいろ試してみるのありだね。やってみると分かんないし。うんうん。だから今日はあの本当に勇気持ってあのメカニックできて嬉しかったって思ってます。うん、よかったね。よかったよかった。というわけで、お支払い100こうかな。できそう？こうして、あ、お兄さんに、おい。オッケー。ありがとう。ありがとうございます。こちらこそわざわざ持ってきてくださってすいませんね。いいえ、ちゃんとできてる？うん、一応多分今のところ大丈夫なはずです。思ってちょっと困りくわなったりはする。しんちゃんやる。
するほどでもいつまでやんの？これは今日ずっとここまでいいの？3日なんかやるって言われてて、うん、あ、3日か、期間が3日って言われてまして、うんうん、ただその間ってどうするんだろうなってちょっと気になってるところです。そうだね、まあ、いろんなのマジでやってみるの、マジでおすすめ。おい、とにかく興味あるやつはね、うん、いろんなもの、本当に今日はここできてよかったって思う。そう、よかったね、助かります。よかったよかった、うんうん、まあとりあえずなんかさ困ったらさ、アナル兄ちゃんを頼って。わかった、ナイスアナル、うん、じゃあね。おーやめた、バイバイバイ。大丈夫よ。うわ待って、これ指名手配大丈夫？どうだろう、すっげえ人いる。演奏しよう、演奏した方がいいねこれ。あ、俺、あーためた、演奏するわ。モズバーガーで行くか。オッケー。モズバーガーはさすがに捕まってないと思うんだよね。おう、おう、しょ、あ、行きましょう。行けるか。おう、そう。どうだね、私のハンバーガーがあるらしいね。はい、実に面白い。うん、扉が歪んでる。扉はここじゃない、ここじゃない、ここじゃないんかい、ここじゃないかい、こっちだ、うわ、すげえ、すっ、人しかねえ、でかい、おんも、おんも、おんも、うわぁ、すげぇ、すごいな、これ1000万円分です、ね、はい、ほどじゃない方です、ね、だとちょっとこちらで当たる缶バッジの方が消耗品となってます。間違いに使用しないようにしたら消えちゃうのと、はい、SR が、まずちょっと出たらもし SR が当たった場合は、うわぁ、すげぇ、はい、ちょっと待って、ごまん、人がいすぎて何も聞こえないや、すげぇ、大成長、まぁ、あの演出がすごいな、雲だな。いらっしゃいませ。どうもどうも。はい。あ、本当ですか。大丈夫。ありますか。おれぐらいあるか。まずこれが50。おじめチーズバーガーさん。おれぐらいあるか。ありがとうございます。ご注文。おれぐらいあるか。ありますか。ありがとうございます。で、おれぐらい取ってください。千万円分の。何を一つ。おれぐらいを切ってください。じゃあ一回の購入50個まで。お客さん、もうちょっと勝ち。頑張れませんか。あんた失礼だな。申し訳ございません。僕の耳が。おれぐらい取ってください。エグミチーズバーガーさんに50個。何度言わせるんだ。25個お渡ししますね。はい、ちょっと、ありがとうございます。あれですよね、ワイルドポテトのバーガーがあるって言って聞いたんだけどね。それを取ってください。すいませんね、バイオレットヒズのバーガーの状態なんですよ。すごいっしょ。いやもうめっちゃ何を言ってんだ携帯の君、何を言ってんだ。お前は聞き取れるんだけどな。新人かね。誰ですか、採用し。だから、私のね、ボケるでドライバーがあるって聞いただけだな。あげころちゃんめっちゃいい。えぐい、えぐい。この街一番可愛いんです。ちょっと、て、オーナー、オーナー。僕の耳じゃ聞き取れねえ、どうしました？あの、私のボケるドライバーがあるって聞いただけたら、こっち一つください。あ、了解です。一つでいいですか？え、あ、でも、時間は10個ください。10個了解です。え。すいません、申し訳ございません、お客さん。あ、全然いいんだよ。来ちゃうのがいいですよ。はっ！1個で10万円になります。はっ！あ、安いよ。あ、ずいぞ。あ、少々お待ちください。あ、少々お待ちください。1、10、100、1000万、10万、100万、500万。いや、楽しみよ。な、楽しみよ。あ、これ、モズバーガー。で、これで、これで、私がね、モズバーガーって名前が出てる。今、お名前なんですか？エグメチーズバーガーです。そう、あなたは。いや、大丈夫ですよ。モズバーガーです。タイリウムですね。違うやん。繁盛やん。1個ずつですね。大丈夫ですよ。ありがとうございます。これ6万円になります。違います。変装、変装した意味。パワー、パワー、パワー、先にお渡しますね。パワーあるんですか、これ。パワーあり、パワーあり。おめでとう。バーガーが。これ変装の名前がね。私も初めて見たときは、そうだよ、マンゴーで。拡大してみたいっていうふうに言ったんですよ。はいはいはい。オタク？いや、本当に見たいです。限界オタク。あ、みちこに渡して。私、このね、変装の名前がモズバーガーなんですよ。渡していただけますか？そんなことはないだろう。本当ですよ。モズバーガーです、私。今の名前がってこと？ええ、私の変装の名前がモズバーガー。チーズバーガーしかおらんけどな。モズバーガーですよ、私は。ガチャ、ガチャやって、ガチャ。ガチャやれよ、ガチャ。ガチャやりたい。ガチャおもろい。ガチャをしてほしい。あれだから、50個買うか。うん、50個買う。オッケー。ちょっと待ってて。あガチャを50個ってさ、超楽しみ。壁紙を6本で渡す。おー、すげえ。おー、これ楽しいな。待ってますよ。大丈夫だ。
俺が欲しいよ。ありがとうございます。微妙にしか似てねえっすよ。頼むよ、俺。おお、これ繁盛するよ、俺。頑張って。繁盛します。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。何だ？なんで？なんだこれ。え、これすごいな。俺あげころちゃん引いたよ。おめでとうございます。サールやサロンパル。お前いかにしろ。なんだお前。買ってもいい？もちろんですよ。これってさ、サールって何？黄色。黄色。ちなみにもう出たぞサール。知ってる？誰か？おかしい。何でしょ？みたいな。キャップ。キャップ。サールキャップ。ねえあげころ来た。お前、ちいち触るな、あれやで。おい、ちゃくちゃ階段を登っちゃってんだよね、ちいちよ。よし、だよ、あげころ。おう、きめえ。あげころ、ダブりまくるぞ。きめえ、スーツ似合わな。似合わない？スーツが似合わないな。全然似合ってないぞ、ほら。マックさん？うん、モズバーガーです。モズバーガーさん？ええ、私、モズバーガーです。はい。似てるな。うん。お前は何バーガーだ？これはエグメチーズバーガーです。エグメチーズバーガーちょっと寄せてるな。うん。あなたは何バーガー？何バーガー？どうしよう。何でもいいぞ。何でもいい。グラコロ。なかなか面白いことだな。似てないの。まあ似てないっていうな。全然似てないよ。重たい。世界が重たすぎる。重たいな。すごい、これガチャすげえな、これな。すげえなこれ。もう一旦車に戻してしまってこよ。やめらんないんだけど。どうしよう。これ面白いな。よくできた。おプスカ。プスカか。あった。あ当たった。うわえプスカ大将だいぶキャッかよ。ノーマルかよ。やだよ。プスカ大将ノーマルかよ。この BMC のストラップみたいなのってなんだこれ。なんかこれなんかリラックス系だって。あ、今ゴールド、出た？待って、あれ？え、スレア？レア、リシノ。あ、レアか。レアダメ？レアで騒ぐな。だよ。これ番号の数字に入れたらすごい早いんか？あ、今もうそれでやってるぞ。しかも、私のオーダーちげし、なるぜ。サイリウムくれてるし。モズバーガーだし、欲しかったん。自己紹介して終わったんじゃないこれ通常の筋肉入れたらさちょっと暇な時にいつでも回せるじゃん。確かにねえ次はほら待ってそれはほらえ次はこれなんてあーそれすげえなって思ってさはいや、ほんとそうだな。確かに。それは言い過ぎだろ。みんなで遊びましょう。なんだ？なんだ？どうした？やめてくれ。おい、お金は返したのか、お前。あ、返してねえや。何してるんだ？こいつが先に何て言ってきたんだ？おい！やめろ！誰これ？おう。あ、私はね、モズバーガーです。ん？モズバーガーです。モズバーガー？ええ。あなたは何をしてたんですか？なんて？あなたは何をしてたんですか？なんて？だから、あなた何をしたんですかって。魔法、この人発音おかしい。僕より下手かも。なんで、もっと言って。あなた何をしたんですか私もわかんないから。ああ、みんなで遊びましょう。僕は夢の花まで。みんなで遊びましょう。ここは海の奥の街。